皆さんこんにちは。サッカーダイジェスト TV の白鳥です。今回は前回の動画に続いてアッシュダヒーローのボーカルアッシュさんとワールドサッカーダイジェストの加藤編集長をお招きしています。アーセナルと縁が深いお二人には今回それぞれアーセナル歴代ベストイレブンを選んでいただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやこれ難しい。来ましたよ。ちょっと今回もお邪魔させていただきます。今回もなんか長くなりそうだなと。ちょっとなんで嫌そうなんですか。なんでちょっと嫌そうなんですか。どう、いや進行役としてどうまとめていいかがね、答えが今わからない状況。いやもうまとまらなくていいんですよ。まとまらなくていい。もうそうです。いびつなまま行きましょうよ。はい。ちょっとね先に住みたくない気持ちもありながら、はい、ちょっとねお二人のベストイレブン行きたいと思います。これね選んでみてどうでした。いやもうめっちゃ悩んだっし悩んでましたし、はい、正直今もこれが最適解なのかっていうのはベストと言いながらもね、さっき楽屋の中でもこんなになってましたから僕、これあどうしようっていう、そう何をもってベストっていうかっていうところもそうなんです。そうなんですよ。だやっぱりそういうなんか選んだねこうなんか基準とかそういうこともね、うんはい、ちょっとこうメンバーを見ながらちょっとお二人にはちょっとお話ししてもらおうかなと思っていますが、はい、もうねアッシュさんもこう悩みに悩んだというベストイレブンの顔ぶれがこちらになります。はい、まず選んだ基準があれば、お二人に聞きたいのですがアッシュさんどうでしょう、うん、いや非常に悩んだんですけれども、ね、難しい、そう、やりたいサッカーを選ぶのかそれともロマンを選ぶのかもうね僕は最終的にはこの二軸で、選んだんですけれどもロマンを選びましたね。選びました、はい、ロマン溢れてますね。確かにそうなんですよ。だからこれちょっとね今さっき話してたんですけれども、うん、背番号渋滞が起きてます完全に442の形を選んでみました、まあ、442だけれども、まあ、4231になったりとか、うんうん、いろいろ可変するようなシステムですね、うんうん、加藤編集長は基準は僕はまあロマンはそこまでないかもしれないですね。まあちょっとグーナーを魚でするような人生もちょっとあったりするんですが勝ちにちょっと行ったっていう部分といやこれ本気度がね本気度高いのよ加藤さん。あとまあ世代っていうところもちょっと意識しましたね。やっぱりせっかくベストイレブンやるんであればまあある程度こう、まあ、ドリームというかね実現しなかった顔ぶれを一緒にしたいなっていうところとそうそう、まああとは下部組織出身っていうかねヘールエンド、まあ、出身の人たちもちょっと入れたいなっていうところを意識しつつ選んだ感じです。いやさすがでございますいや強いよこのメンバーですね、433ですか、うん、こうそうですね、まあ、433か4141かっていうところなんですけれども、4141、うん、まあそうですね、やだなこの中盤の4枚やだな、まあ、ビエラも含めてですけどちょっとまあひときわ際立ってるこのパーラーがね多分鍵を握ってくるんだと思うんですけどパーラーですよイブシのこのパーラーアナウンス神話のこのこのライン、ね、このラインいいですね。そうですよね。ここはやっぱりね、ヘールエンド株組織出身の2人でアダムスとねワンクラブマンなんででもね、はい、なんかユングベ坊主時代のユングベリがここにいるっていうのはなんかいい気がするんですよいい気がしますか。坊主時代っていうのがちょっとね重要な気がします。モヒ時代じゃないはいはい赤い感じのね、はいはいはい、ではねお二人に選出理由をねまずねアシさんどうでしょう、はい、ゴールキーパーの方からはい、はい非常に悩んだんですけれどもやはりまあ若いグーナーという言い方あれですけれどもやっぱりここ最近のアーセナルをずっと支えてきてくれたレノをやっぱり選ばせてもらいました、うん、苦しい時一番実は助けてくれていたなっていうふうに、うん、いや本当にいいキーパーでしたよね。はい、うん、すごくいいキーパーなのでレノを選びましたね、はいはい、どうでしょう4バック4人はいこれ非常に悩みました、まずキャンベルはもうこれは間違いなく、
っていうところで、もう言わずもがなっていう感じで、じゃあコンビとなら相方を誰にしようかっていうふうに考えた時に、実は僕コシェルニが非常に好きでして、うんうん、もっと評価されるべきセンターバックだったんではないかと、ね、今も思っているので、うん、コシェルニとキャンベルのその2人のコンビちょっと見たいなと、うんうんうん、キャンベルのその強さであったりとかっていうのをさらにこうブーストさせるコシェルニの冷静な判断とか、うん、そうですね、カバーリングとかもね良かったですしね、うん、って感じですね。あとは怪我する前のベジェリン、やっぱりこうスピードが切り裂いてほしいというところでベジェリン選んでみました、はい、でジンチェンコの部分左サイドバック悩んだんですけど、うんうん、ちょっとこのラインナップでジンチェンコ見てみたいなっていうちょっとロマンですね、あのタイムリープ的なロマンもあります。ロマン1、はい、ロマン1出ました、今ロマン1出ております。はい、中盤もね4枚ですよね。中盤もそうですね4枚います。まず真ん中からいこうかな。真ん中、まあ、ビエラこれも絶対外せないんで、もうキャンベル・ビエラのラインは外せないかなっていうところだったので、うん、まあアンカーに置くか、うんうんうん、それとも、セントラルミッドフィルダーとして真ん中に配置するかっていうところで悩んだんですけれども、はい、前2人がある程度決まってたんで、はい、僕は、はい、はいはい、うん、まあ、そこから逆算した時に、2枚で耐えれるっていうところで、うん、ビエラと本当はジュエートシューバーがいいんじゃないかと思ったんですけど、まあ、03-04 シーズンのペアっていうことですね、はい、もうまんまになっちゃうっていうのと、うん、攻撃時のスイッチっていうところを考えた時に、まあ、ショートカウンターだったりとか攻撃時のスイッチっていうのを考えた時にセスクここに来てほしいなと、うんうん、であと単純にセスク・ビエラのこの2センターハーフっていうのはすごく見たいし、ロマン2ですロマン2ですね、溢れてますねここロマンが。でそこにピレスがいるというロマン3です、はい、ここ中盤もロマンだらけというか、そうですね、あとはもうごめんなさい、贅沢にエジルをここに使うっていうこれもうロマンこう一番ロマンかもしれないですね、うん、お前こっち守備どうすんのみたいな感じでいるんですよビエラがみたいなコシェルニがいるんですよ、可変できるんですよみたいな、なんかそういう感じで、だったらばエジルここ置けるなみたいな、はいはいはい、うん、置けると、はい、感じでしたね。であと、まあ、ベルカムとアンリの、まあ、ツートップというか、はい、まあ、ちょっとこういう形ですね。若干ベルカムちょっと下がってきたり、まあ、前張ったりっていう感じで、まあ、ツートップ、まあ鉄板ですねこれは。鉄板です、ここはもうすいません、これは私が沼った時の沼ったコンビなので、沼ったコンビで、はい、はい、沼ったコンビ、沼ったコンビ。加藤編集長はゴールキーパー、はい、これはまあね、やっぱりアーセナルのキーパーといえばシーマンなのかなっていう。リーグ戦は3回優勝してるのかな、で FA カップも4回が優勝してると、まあ貢献度はやっぱ高いし、まあ安定感ってねやっぱありましたよね。ちょっとあの、うんうん、2002年のあのロナウジーニョのゴールは忘れてください、あれはあれのロングシュート1回忘れてもらってそう、その前の90年で、まあ、守備がねやっぱり良かった時代の、まあ、砦だったというところで、最終ラインは、うん、これはちょっと左からじゃなくて右から行った方が良さそうな、ね、ありがとうございます、はい、まあ、サーニャ個人的に結構好きだったんですよ。めっちゃいいっすよね、はい、僕も悩みましたサーニャは、はい、まあ、当時やっぱりトップクラス、世界でもトップクラスで攻守のバランスがすごく優れていて、何気にヘディングがすごい強かった、176センチぐらいしかないんですけど、跳躍力がすごいあって、身体能力すごい、身体能力高かったですよね。いい時代の後に入ってきてる選手ではあるんですけど、まあ、すごくパフォーマンス、個人パフォーマンスっていうところではかなり歴代でも本当トップに入ってくるんじゃないかなっていう。確かに、はい、そうですね。で、まあ、センターバックはこれはもうミスターですよね、これは。ミスターですね、はい、やっぱり下部組織から、ここもある意味ロマンっていうかね、今なかなかそういう選手がいなくなってきた中で、ワンクラブマンとして、まあ、支えたキャプテンということで、まあ、キャプテンシーも評価してやっぱここに置きたいなっていう、まあ、象徴する選手っていうところですよね、うん。でパートナーはまあキャンベル、これはねアッシュさんとも一緒なんですけれども、はい、うん、やっぱフィジカルとね、うん、ちょっと尋常じゃないフィジカルだったなという、いやすごいすごかったですよね本当にあの競技違いませんっていうぐらいのなんか体格が、うん、対峙したくない、違う方のフットボールじゃないですかみたいなね、絶
退治したくない。アダマトラオレあたりと一緒にバチバチやってみたら面白そうですね。あ、それ見たいっすね。それ見たいっすね。アメフト対決みたいになりますよね。っていうところでいいんですかね。あれ？あ、これも。いやでもね、ありがとうございます。はい、セカンドのユニにしていた写真の写真なんですけど、気を使ったわけじゃない。赤を使っていただかなくて本当にありがとうございますというね。はい、これはもう本当賛否があるでしょうというか、もう。P しかないかもしれないんですが、まあアシュリーコールでもね、いい選手なんですよ、うん、いやそうですね、間違いなくいい選手なんで、はい、まあ、正直勝ちに来ました、僕は。はい、まあちょっといろいろありましたけれども、まあ実力的にはやっぱ当時ね、世界のナンバーワン、左サイドバックとも言われていたぐらいの実力者なんで、モンレアルともちょっと迷ったんですけど、ああモンレアル、ね、いや、ね、モンレアルも俺もっとかしみんな評価されていい選手だと思うんですね。ここ中盤は3人と考えたんですけれども、まあビエラはやっぱちょっと外せない、ここはやっぱりしっかり鍵閉めてもらう感じ、うん、ここにこの人がいたらもう最高ですよね、チームメイトとしては。もうひとまず安心ですよね、うん、キャプテンシーもあって、そうですね、まあ、その世代っていうところで言うと、今シーズンのチームからちょっと一人選ぶんだったらやっぱりもうウデコかなと。これ夢あるっすよね、うん、いやえぐいんでね、今シーズンの活躍っていうのは。いや結構苦労人というかね、若いけどまあ天才と言われながら、レアルマドリでなかなかうまくいかず、でレンタル繰り返しながらここたどり着いて、今ついにまた結構挫折っていうかね、プライドも傷つけられながらここまでもう一回浮上してきたっていうか、そのパーソナリティとかも含めてストーリーがある、うん、ストーリーありますよね。だって出てきた時振動って言われてましたからね。そうです、そう、いいね。でですこの、はい、パーラー、パーラーですよ。パーラーは皆さん、これは共感してください、グーナーさんもいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとインサイドハーフで使いたいなっていうのもあって、まあ当時ねこう右サイドハーフだったり、うんうん、中盤センターだったりしたんですけど、うん、まあ運動量だったり献身性っていうかで、まあミドルもあって、で結構ここで使ったらバランサーとしてもアクセントにもなるのかなっていうところで、こうセスクあたりググッとこうね、あーやだなそれやだな、ググッて、まあ3トップというか、まあね、ウィングはまあこのウィング、まあアシさんもねピレスは入れてますけれども、うん、まあピレスに惚れた選手は本当に数知れずと。いやもう当時のそうですね、ピレスはもう僕もだって本当にアーセナルにハマった最大要因はピレスですからね、うん、シンプルに顔面が好きなんですよ顔面がね、顔面がかっこよすぎるっていう、男が憧れるかっこよさが全て詰まってる気がするなっていう、うん、このこのヒゲのこのこれもちょっとやりたい、ここだけ残す、ここだけ残すんだよここだけこれもやりたいですよね、そうですよ、はい、まああとユングベ、この両ウィングはやっぱりもう爽快感っていうか、うんうん、あるんじゃないですか、スピード感というか、ここやっぱりセット、熱いですからねこの人も。ウィル・トールとかともねちょっと悩んだりしたんですけども、当時の、あいやいいですねいっぱいおるんですよねここは、本当にいるんですよ、でまあワントップ、まあちょっとベルカンプは大好きなんですが、ちょっとこのまあウーデゴも入れちゃったしなとかいろいろ考えて、まあ、アンリは外せないだろうっていうところでこんな感じになっております。いや勝ちに来てるのよ、勝ちに来ました編集長がそうなんです、やっぱ負けるわけにいかないなっていうところで、ロックバンドのボーカルを叩きのめしに来てる完全に本気出してきてるよこれ。お二人にね聞きたいのは、じゃあこのそれぞれ選んだベストイレブンの中で、うん、マイベストプレイヤー選ぶとしたら一人、うん、そんな難しいこと聞きます。マイベストプレイヤーか、まあアシさんはピレスに なるんですか。いやピレスはベストプレイヤー賞から僕は外れる気がしてるんですよ。いい選手なんですよ、うんうん、大好きなんですけど、なんかカリスマ部門、あ、まあ、カリスマもいっぱいいますけど、うん、でもカリスマ部門な気がしてて、あ、なるほどね、何をもってベストかっていうその基準は僕の中で、はいはいはい、そのもうこの人がいるといないとでは確実にサッカーが変わってしまう、うん、もしくはこの人がいないのであれば補填しなければいけないってなったら、僕もやっぱここです、ビエラですね。あ、ビエラか。ベストはこの人がいない場合、
全部変わってきます。エジルまず使えなくなるし、はいはい、ベジェリンもちょっと怖いなってなってくるんで、ビエラがいないんだったらもう僕はもう迷わずこうします、おっと出てきます早速、はい、すいませんとかなるし、はいはい、もうベルカンプとかもちょっと変えたくなるしとか、まあ、エジル怖いんでここもカソルラに変えるしとかぐらい、なんか別に図式が変わってくるんで、影響力がそれだけ大きい選手っていうことです ね、 ビエラが一番影響力あるんじゃないかなと。じゃあ僕はちょっと遠慮なくアンリにさせてもらいますまあ間違いないです、これはね間違いないですよ、うん、アンリはベストプレイヤーなのね、まあこう銅像になってる人たちをやっぱねこう入れといて、まあそうですね、はい、銅像になってますからねどうしよう、こう他にねベストイレブンを言おうか悩んだ選手は他にいますか。いやもう本当にすごいいっぱいいますよね。いっぱいいます、正直あの正直ベンチはあと8人ぐらい置いておきたいですよ本当に。僕はだからもうちょっと先に我慢できず出しちゃいましたけど、あのね本当あの要はユニットで考えなくて、右サイドバックを冨安にするのであれば、ベルカンプをエジルにしてカソルラを使いたいっていう考えですね。で 4-2-3-1 みたいな感じにしたいなっていう感じで、これもフォーメーションもやるサッカーも変わるっていう感じで、カソルラやっぱ運動量と、やっぱり献身性よく走るし、はい、で足元の技術もある、で1対1の部分も1人でも打開できるけれどもコンビネーションでも崩せたりとか、そうですよね、っていうすごくすごくいい選手、ミドルもねありましたしね、はい、ミドルもあるしっていうどこからでもやっぱり狙えるっていうところで、でこうなってくるかなってなった時にトップ下エジルがここ来るんだったらこういうのもありかなと、押し付きですか、押し付きを入れるっていうのもありかなとか、なんかそんなのもあったりとか、も良かったですよね、まあ、逆に、まあ、ベルカンプとアンリの2トップのまま、まあ、ベルカンプちょっとだけ 1.5 下がってきて、うんうんうん、こういうのも面白いかなとか、はいはいはい、そんなこと悩んだりしてましたね。僕はまあちょっと唯一持ってるのは今このまあ被ってるんですけどね、エジル、うんうんうん、まあここ変えるとしたらまあグーデゴになっちゃうのかな、グーデかやっぱり確かに勝ちに行くとしたらグーデとエジルの2人も見たいけど、そうですね、まあ、ちょっとトゥーマッチになっちゃう、うん、まあこうなっちゃうんですかね、うん、まあ、あとは本当にさっきも言いましたモンレアルとか、モンレアルいい選手ですよね、モンレアルも悩んだんだよな、サンチェス、サンチェス、サンチェスも好きでした、サンチェスはいい選手ですよね、本当は結構ねファイティングスピリットでもすごい感じられたんで、分かります、苦しい時期に本当に牽引した選手、ファンペルシとかあの辺はどうですか。いや、うん、ファンペルシとかもめちゃめちゃ悩みましたけど、そうですね、結局ただファンペルシもちょっとグーナー的にはあのねあんまり選ばない方が、いや僕はわりかしよりグーナーの中でも、はいはいはい、あの割と温厚型、温厚型なんですよ、温厚型なんですけど、はいはい、やっぱりこうやっぱり、ね、熱血型の方もいるんで、そうなると、うん、おいアッシュとおいアッシュちょっと待てとそいつは、ね、そうそう、そいつはもううちの式うちの式またがせんじゃねえっていうような世界になってくると思いますので、だからこの方もそうなんですけれどもねまあそうですよねこの方もそうなんですけども、まあ、でもファンペルシもいい選手 で、ね、個人的には大好きなので、アーセナルはもう本当に歴代いろんなスター選手はもちろんだし、いい選手がたくさんやっぱいるんで、うんうん、ベストイレブン相当苦労しましたよね。実際この2チーム対決したらどうなんですかね、うん、いや強いっすよ加藤さんのだってなんかね、あの相互作用を含めて全力で勝ちに来てる感がすごいんですよ。10試合やったら結構勝率高そうな気がするけど、うん、一発大敗しそうな時はあるなっていうかハマった時にはもう大敗しそうな感じもしますけどね。ポイントはだからエジルなんですけど、うちとしては、はいはいはい、これエジルはもう基本的にはここに置いてるんですけどフリーポジションにいてほしくて、うんうん、確かにそうですね、アンリがやっぱ左に流れる、うんうん、壁があるんでベルカンプちょっと前張っといてもらって、うん、でエジルはもうなるべく中にグッと、はいはいはい、
来てもらう。いやなんかこの辺のツーライン間に入ってこられると、そうですそうです、この辺り取ってほしいなって思うんですよね。でベルカンプはもうこのボックスの近くにいてほしくて、ここ、うん、アンリはまあこの辺フラフラしてたり、この辺、うん、この辺のポケット狙う感じでこの辺フラフラしててほしいなみたいな。アダムスはあれですかね、ベンゲルなってからのアダムスなんですかね、全盛期のアダムスいいですか。酔っ払ってないアダムス、酔っ払ってないアダムスだったらまあそうですね、うん、この辺入られてきてもここの辺は結構、まあでもこのコンビ、この2人多分付き合ってるんじゃないかぐらい呼吸できてますから、うん、コンビネーションとしては確かに確かに、ここ入れ替わりますから平気でこういう感じでやっぱ入ってきますから、このまあビエラいんのか、めんどくさい。そうなんですよ。お互いね。お互いめんどくさい。お互いめんどくさいです。これやっぱ引き出す動きが。まあまあまあ、ベルカンプとか、いや、ちょっと、ロイ・キーンとか選べないし、アーセナル。ジンチェンコがどういう動きするのかっていうのもなんか、監督によって変わりそうですもんね、ジンチェンコの動きも。そうですね。でもジンチェンコって基本的に今だとこうインナーラップサイドバックとか偽サイドバックみたいな感じでこういうポジション取りがちじゃないですか。はいはいはい、まあそもそもがここの選手だと思うんで、うんうん、なんですけどジンチェンコって結局のところ僕のイメージなんですけど、実は偽サイドバックとかインナーラッパーをやるほどサッカー IQ が高いタイプというよりかは、うんうん、インテリジェンスタイプというよりかは走れ押すとか行こうぜおーっていう熱血タイプだと思うんですよ、はいはいはい、っていうその知性のある選手とかは割とこの辺にいるので、うんうんうん、この辺に揃っている中でちょっと熱血くんをここに置きたいっていうところがあったんで、あーなるほど、でそしたらなんかユングベリがいたりしたんで、あの対峙する前に、はい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 、これちょっと僕楽しみですよ、マッチアップが熱いですね、もうバチバチやり合うみたいなもしかしたらですけどこの方がいいかもしれないですよねここでもガツガツいってもらうと、そうですね、うん、でもうガツガツをさらにブーストさせるためにちょっと富をよろしくお願いしますと、もうここでシャットアウトしてもらうっていう、アンリと富安選手このマッチアップっていうのはこれめちゃめちゃ夢ありますよね、止めれんのかと、止めれんのかと、面白いと思いますね、まあ、一応控えも僕じゃあここ貼っておきますよ。でも最終的にベストイレブンが誰なのか分からないよいやでもすごい楽しいです、これでもね、うん、永遠にできますねベストイレブンは、はい、じゃあアシさん、はい、今回もうちの視聴者さんにプレゼントをご用意していただいたということですが、はいはい、テレビアニメブルーロック2クール目オープニング主題歌、ジャッジメントのリリースを記念したライブが4月の8日にゼップダイバーシティで行われます。そちらのライブになんと坂大 TV をご覧の方の中から抽選で10名様に10名、ライブチケットをプレゼントさせていただきます。素晴らしいです、ライブ遊びに来てください、本当に4月8日ですもんね、4月8日です。ただ本当にあのですね、まあ、こういうふうにサッカーの話たくさんさせていただいてますけれどもね、我々のライブも非常にこう、うん、サッカーのように、そしてベストイレブン決めるのすごい今回大変でしたけど、大変でした、もう甲乙つけがたいぐらいですね、どの曲も非常にキラキラとした楽曲がたくさんありますので、うん、ぜひ生で受け取りに来てほしいなと思いますので、うん、ぜひライブ遊びに来てください。応募方法などは、坂大 TV のこの企画の概要欄をご確認ください。アシさん、加藤編集長ありがとうございました。ありがとうございました。